はい、格闘オタクニュース、ゾウの雑白です。今回は、超雷神2記者会見動画速報、まさかの朝倉未来、堀口恭司参戦についてです。今日の18時から、なんと記者会見が歌舞伎町で行われました。歌舞伎町なので、もしかして最悪有志や、しょうもないローランドが来るかと思ったら、そうではありませんでした。超堅実なビラトール、プラス雷神の合体イベントをするそうです。前半はビラトール6試合、後半は雷神の9試合ぐらい行うそうです。しかもかなり盛りだくさんの戦いです。なんとまあ最初のベラトールの方はケージでやり、ケージが終わってからケージを吊り上げ、今度リングでやるそうです。でベラトール側としてはまず渡辺香菜選手、そして堀口恭司 VS 新龍誠のフライ級初代チャンピオンタイトルマッチが行われます。あとはまたまた我らの AJ マッキーピットブルのライトグランプリの1回戦も行われるとのことです。このように盛りだくさんなベラトールが行われます。あとは伊沢選手ですとか菊入選手等々が組まれるのではないでしょうか。またまた日本人選手で抜擢される選手もいるかもしれません。非常に夢のある対決です。そしてスーパーライジの方はいわゆるトフィックムサイフ選手の参戦が決まりました。対戦相手はまだ分かってませんが、おそらくまあチョコボール武田なのか、グスタボ選手なのか、もしかしたら八千君堂あたりがいわゆる裏口入学で戦えるかもしれません。そしてこれはもう気泡ですが、朝倉のカイピョンと我らのアーチュレッタ選手のタイトルマッチも行われます。あとなんとなんと我らの土色サメ肌ナポリタンマチフよりハワイアンデブナ朝倉のミックンが参戦することになりました。当初9月に参戦すると思われてたのですが、今回参戦し、しかもブガールケラモ選手と戦うのです。これが概要となります。そして7月30日、まあ4万人規模の戦いあるので、一般層向けにも戦うとはないといけないので、何かしら一般層マス向け、パッキャオなのかメイウェザーなのかマサトなのかローランドなのかユーシなのか分かりませんが組まれることはあるでしょう。そしてコメントです。まずベラトールのフライ級ランカーの渡辺香菜選手、3年半ぶりの参戦だそうです。ただキッカー工事張りのすごい肩幅でおしゃれなスーツに金髪に黒サングラスと、すごい売れっ子ホストのような感じで出てきました。言ってるコメントは普通でしたが、非常におしゃれで100点とさせていただきます。これからの期待も込めて100点です。そして次に新龍誠選手がコメントしました。新龍誠選手はフライ級最強の新龍誠です。堀口恭司の時代は終わりました。3本目のベルト取りますと完璧なコメントでした。まあここまでなかなかコメントできる選手はいないと思います。短くて鋭いコメント、話題になるコメントです。ただ見た目が渡辺香菜選手のホストのにつくヘルプのような三流ホストだったので、今回は惜しくも3点です。そして次に堀口選手がズームで登場しました。まずスコット・コーカー選手にベラトールにフライ級を設立していただきありがとうございます。新龍選手はとても強い選手ですが当日ぶっ飛ばしますと本当に短いコメントでした。そして服も白い T シャツにジャケットと平凡な服、平凡なコメントでした。ですので今回はまあただの100点満点とさせていただきます。試合で見せてくれるでしょう。そしてトップブライツも頑張ってほしいものです。握手もありがとうございました。そして次にピットブル選手です。ピットブル選手はもう荒くれ者のような白い T シャツに太い腕、そしてタトゥーを見せており、もうそれだけですごいオーラがありました。で日本語でこんばんは日本、4年半ぶりの試合です。前回はトフィックムサイズと戦いました。日本で戦いの楽しみしますとシンプルなコメントでしたが、まあオーラと白いシャツ、タトゥーの組み合わせでもう100点と言っていいでしょう。そして AJ マッキ選手です。 AJ マッキ選手ですがもう初登場からブラックミュージシャンのスターみたいなノリでした。もう本当にカリスマ性があるような形です。で6ヶ月ぶりの試合、ケージでの試合全て見せますみたいな感じで言ってました。もう見た目だけで100点と言っていいでしょう。僕は全然ミュージシャンのこと分かりませんが MC ハマーを超えたと言ってもいいのではないでしょうか。そして次に本当に癒されるのですが、我らのアルゼルバイジャンのモフモフブガール・ケラモ選手です。本当に可愛い顔に似合わないようなごついフィジカルで白い T シャツを着こなしてました。でこんにちはジャパン、ありがとうと日本語を話し、あとはコメントは普通でしたが、マイクの持ち方も可愛く、かつての右から左に受け流すムーディー勝山みたいな持ち方でしたので、今回は100点とさせていただきます。そして次に我らの土色サメ肌ナポリタンマスチフよりハワイアンデブの朝倉未来くんがマイクを持ちました。こんにちは。ケラモフはライジンのコアのファンの中では知られています。フェザー級では一番強いと言われてもいます。今日は俺から指名しました。今年中にクラベルを倒しますと言っていました。僕は正直見直しました。クラベルから
ら逃げる、ケラマから逃げるのかなと思ったところ、逆です。もうクレベルにたどり着く前にケラマフを倒そうとする今までのミックには考えられない、本当に自信が満ち溢れているようなコメントでした。そして堀江選手を倒したケラマフで、クレベルが中堅選手、まあオスカル鈴木と遊んでる間に俺は厳しい道を行くみたいな感じで、もうコメントとしては100点と言ってもいいぐらい魅力に溢れてました。そして服装も黒い T シャツ、黒いズボンにスニーカーとシックでクールだったのですが、ただちょっと仮面ライダーに出てくるショッカーっぽかったので、今回は惜しくも0点にさせていただきます。そして朝倉カイピョンがズームで出てきたのですが、白 T に七三分けに寝癖がついてました。めちゃめちゃポップアップストアのイベントが忙しいんでしょう。でベラトールに勝てない日本ですが、日本のライジのベルトは俺が守ると爽やかな感じで言ってました。ただ忙しいらしく1分だけの早漏コメントでそのまま退場してしまったので0点とさせていただきます。以上となります。ご視聴ありがとうございました。これからロードトゥー UFC も、動画速報を流しますのでご覧ください。明日もライブ10時からになります、スーパーライジン2について話しましょう。それでは皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。